さあ始まりました、葉月のショー。今日もよろしくお願いします。はい、皆さんこんにちは、葉月声です。今日もよろしくお願いします。はい、はい、席よろしくお願いします。お願いします。はい、なんかニュース入ってきましたけど、安室ちゃん引退。そうですね、いきなりなんかこう衝撃ですよね、皆さんね。なんかニュースのトップニュースでね、うん、伝えてましたからね。はい、すごい影響力だなっていうのはよくわかりますよね。うん、2018年の9月16日をもって、はい、まあ、約1年ですね、芸能界を引退することをちょっと公式サイトで発表しましたってことで、はい、今日はちょっと安室奈美恵さんを、紐解いていきたいなと思っております。はい、よろしくお願いします。はい、ちょっと安室さん出してみましょうね。そうですね、ちょっと数比ちょっと出してみましょう。はい、1977年の9月20日生まれみたいなんですよね。今40歳ですね。そう、40歳になったばっかりって感じですよね。はい、で、彼女のその数比術で紐解くと2811という数字になります。はい、梅さん8ですね。そうですね、うん、8はやっぱりこう拡大するエネルギーなんでね、うん、まあ、無限大のマークから8は来てるんですけども、はい、そうやってこうなんですかね、現実と、まあ、目に見える世界と目に見えない世界をつなぐなんていう、そういうテーマもあるんですけども、うん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 、まあ、非常にそのパワフルで、うん、何か目標設定をして、それに対してこう、まあ、なんですかね、がむしゃらに、進んでいくっていう、まあ、そういう、こう非常にパワフルな数字を持ってるんですけどね。いや、そうですよね。安室ちゃん、まあ、デビューした時ってご存知ですか？いくつデビューしたの？デビューしたのが、ですね、はい、ちょっと待ってくださいね。なんだっけ、92年とかでデビューなんですよね。なんだっけ、あの、なんていうグループでしたっけ？安室奈美恵、あと最初はスーパーモンキーっていうグループだったんですけど、スーパーモンキーズ、そうでしたよね。まあ、デビューした、はいはいはい、92年の時はそんなにあの売れてなかったんですけれども、はいはいはい、あのエリックス の, あの一番トップのマックス松浦さんっていう人がいて、あの人がプロデュースするようになって、それがまあ95年とかなんですけれども、そこで売り出して、あの、Try me、私よし GT みたいな、わかんないあるんですけど、まあ、その曲でちょっとプチブレイクして、はい、でその後にあの小室哲哉プロデュースになって、はいはいはい、そうですね、なんでしたっけ、ボーイズミーツガールみたいな感じ、あ、そっちがこうやってやるよ、これ、それ違うじゃん、それでも分からん、違うわっていうの、ジャストチェイスチャンスみたいな、はいはいはい、とか、キャンユーセレブレイ、わかりますね、はい、みたいなやつ、大丈夫です、はい、そういうのでちょっとブレイクしまして、はい、で一回産休とかもしてるんですよね。うん、そうですよね。お子さんも大きいんですか、うん、ですね、今、はい、98年とかに出産されてて、うん、あ、そうですか、ですあ、そう、来年の5月で20歳を迎えるっていう、もうそんな大きなお子さんいらっしゃるの。はい、そうなんですよ。で一回結婚されて、あの、はい、TRF のサムさんと結婚して、離婚されて、はい、シングルマザーとして育ててきた感じで、そのタイミング、まあ、息子が20歳になるタイミングで引退っていうところでもあるんですけれども、ちょうど40歳、うん、ですし、なんかこれからの本当に大人になってでから、これからの自分の人生、うん、特に今ねおっしゃったように、うん、その息子さんが20歳っていうことは、まあ一つ子育て、うん、まあ、区切りですよね、はい、まあそこで要は自分の今度道を歩いていくっていう決断をされたのかなと思って、うん、そのあたりすごい潔いというかね、そうですね、潔いですよね。今後何かしようみたいな感じのノリあるんですか、ね、いや、ありますよ、考えてるんですか、ね、あの多分 このね指名数が11なんですけども、はい、やっぱ11はこう2桁の数字なので、うん、いわゆる目に見えない世界を探求する、うんうん、それをこう伝えていく、うん、要はメッセージを伝えるメッセンジャーの数字なんですよね、はい、でもちろん今までやってたことだって当然その歌っていうものを使って、うん、まあ、皆さんに多くのメッセージを伝えていくんですけども、うん、多分これからもう少しなんですかね、安室さんの活動は、うん、そのスピリチュアルな要素が、うん、まあ、増えてくるんじゃないのかなと、うん、これまではまあ歌とダンスを突き詰めて極めてきたみたいな感じなんですけど、今後はもうちょっと活動の幅広げて、感じる可能性も、ね、そうですね、うん、多分ね、この8っていう数字を見ると、あの いわゆるビジネスセンスのある人なんですね、うん、はい、金運とか非常にそのビジネス運を持ってる方なんで、うん、なんか多分新しい事業っていうんですかね、うん、自分が本当にやりたいことみたいなことに多分チャレンジされてるいくんじゃないかなと、はあ、ただ目標としてはやっぱり11で、これは目に見えない世界なんですね、うん、あの確かちょっと前にあの、あのロンドンブーツの、はい、アツシさんとなんか お付き合いしてるとかしてないとかいう話が出ましたよね、はい、あれそれでセドナへ行ったとか行かないとかいう話セドナへ出ましたね、そうでしょ、はい、もうセドナ
やっぱりセドナかって感じなんですよ。あ、春のセドナ好き、好きっていうか僕行ったことないんですけどね。セドナそういう場所、そういう場所なんです、ね、もうあの異世界的に有名なスピリチュアルパワースポットなんで、はいはい、そこにこうやっぱ惹かれるっていうのはね、非常によくわかるなって感じですよね。いやそうですね、はい、でもカリスマ、あのそうですよ、アムラ、そうアムラで思い出したけど、アムラってみ、はい、どんなファッションか覚えてます？アムラ、なんか眉毛細い人でしょ。そう、眉毛細い人、僕怖かったんですよ、うん、怖かったの、なんかいじめられたの、いじめられたの、あのいじめられた、アムラに石投げられたりとか、なんかあのいじめられすぎタイプだもんね。あ、そう、なんか眉毛細くて、そうそう、はい、なんかちょっと茶髪っぽい感じして、はいはい、なんかちょっと高い靴、そうだよね、高い靴履いて、私見てみたいな感じで歩くタイプ、はいはいはい、あれで結構多分僕あの正直言ってあの女性恐怖症になった感じはあるんですよね。あれは街の中、わ、ね、かるわ、わかる、それで多分5年間も無駄にしてますね。アムロちゃんのせいで5年間無駄にしてます。せいじゃないでしょそれ。せいじゃないでしょ、克服するのに5年かかってますからね。わかるわそれ。そういう、そういう時代の、そう、時代のリーダーみたいな感じのことを、ね、まあしてこられたんで、そういう数字でもあるんですか、なんか1とかリーダーに、ね、それはね、実はねちょっと面白いんですけども、うん、その安室さん9月20日生まれで、はい、要は 2位がまあ宿命数なんですけど、これはね、要はサポーターの数字なんですよね、はい、でリーダーっていうよりもどっちかというと、まあ、裏方向きなんですよ。そうなんですよ、資質的には、はい、ただやっぱりその今本当にこう1から2の時代に移り変わってて、うん、女性性のすごい、うん、強い数字でもあるから、うん、そのやっぱり女性の新しい生き方みたいなものを、うん、まあ、提示するっていうか、あ、まあ、見せていくっていうような、うん、そういうようなこう要素もあるのかなっていうふうに見られますよね。結構プライベートの方で結構シャイな方っていう話を、そうですよね、そうみたいですよね、あのニュースで出てくるんですけれども、はい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 、だから多分その2と8の そのバランスがすごく上手に切り替わるっていうんですかね、あの多分プライベートでは非常にこう、うん、どっちかというと支える側、うんうん、ちょっと引いて誰かを献身的に支えるっていうような、そういう資質なんですよ、元々は。あ、そう、ね、はい、数字を見る限りね、うん、はい、でもその要は一旦ここへこう、まあ、なんか目標設定してこう出たら、うん、バーンと大きなエネルギーを出せるっていうような意味では、うん、やっぱりすごく上手にこうなんかオンとオフを使い分けてるのかなとか。あ、結構プライベートとそういうステージに出てる時とかって結構違う、違うんじゃないのかなと思います、あの数字的にはね、うんうん、でだから多分お子さんとかはに対してはすごくやっぱすごくいいお母さん、うん、2の感じがしてる、2の感じがあるんじゃないかなっていう気はしますけどね、うん、そうなんです、結構お子さんの面倒見がすごく良くて、はい、なんかあの、まあ、幼稚園とか送り迎えしてなんかしたりとか、あ、そうですか、そういったことも結構活用されてるみたいな感じもありますけどね。ね、ところでこの歌姫といえばちょっとこの方と比較したいなっていうのがありまして、この浜崎あゆみさんと一緒に浜崎あゆみさんも、はい、そうですよね、まあ同世代ですもんね。ちょっとここの数字の比較とかもちょっとしてみたいなって思います。ちょっと結構面白いんですけども、はい、これもですね、まあ、まず年齢が1900、うん、浜崎あゆみさんね、はい、1978年の10月2日生まれっていうことで、うん、結構安室さんと近いんですよね、近いですね、はい、はい、で、まあ、浜崎さんの方が1年年下くらいなんですけども、はい、まあ、お誕生日も非常に近いし、はい、結局、まあ、僕注目してるのはやっぱこの宿命数が2人とも2なんですよね、うんうん、だそれ2はさっき言ったみたいにどっちかというとサポーターの数字なんですよ、うんうん、だからその前に立ってガンガン行くっていうよりも、うんうん、まあどちらかというと裏方でっていうような方が本質的に合ってるんですよね。ただそのこれもすごく面白いんですけども、この運命数がやはりこう浜崎さん1 で、うん、1で安室さん8で8、これ1と8はやっぱりこうどっちもこう前で出てエネルギーが強いっていう、うん、そういう数字なんですよね、うん、はい、でそのあたりがこうなんか両方持っててバランスがまあ、あるんだなと、はい、お互いにやっぱりその一つの時代を作ったね、うんうん、カリスマなんですけども、うん、そのあたりがですね、自分自身で分かってるかどうか、その、はいはい、いわゆるその自分が2の質を持ってるっていうことが、うん、なかなかほら周りから見えないじゃないですか。見えないです。どっちにしてもね。そうですね。メディアとか通して見える限りはなかなか見えづらいところがありますね。はい、まあ特にあゆなんかは本当にこう、うん、ザ一番みたいな、はい、
そうですね、もう私がクリーンよみたいな、見て私見てっていうタイプに見えますし、ね、見えますよね、うん、でも実はプライベートでは結構2なんですけども、あ、浜崎さんもなかなかあの遍歴を辿ってますね。そうですよね、プライベートね、プライベートかなりいろいろやっちゃってる感じですけども ね、はい、多分ね、だからその彼女のプライベートを見てるとやっぱその2の部分が出し切れてないのかなっていう気がするんですよね、うん、やっぱりどうしてもこう出会うのは、うん、もうあのアユっていう感じで、うん、はい、まあ見られちゃうから、うん、そうですね、そのイメージを演じないといけないっていう、そう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 、自分でも結局本当はプライベートではもっとこう、うん、甘えたいのに、うん、結局その、うん、ああいうキャラですよね、うんうん、だからそこがやっぱり彼女はなんか出し切れてないんじゃないのかな、うん、そこにね、なんかね、迷いが非常にあるんじゃないかなって思うんですよね。浜崎さんもデビューの時ご存知ですか、はい、僕デビュー一番デビューしたてで、はい、なんかヘイヘイヘイがなんか出たんです、はい、で出た時は一番最初もうアホキャラだったんですよ、はい、あ、そうなんですか、まあ、その前にちょっとグラビア的なこともやってたりとか、歌手デビューして一番最初は私全然アホなキャラ、なんかスザンヌとか おバカキャラみたいな感じのちょっと甘え声みたいな感じでちょっと喋ってたりとか、そういうイメージだったんですけど、いつの間にかまあ、曲がヒットして歌姫っていうか、はい、もうカリスマになったっていう、ね、カリスマになっちゃったよね、結構その変化がすごかったなという印象はあるんですけど、なんかそういうちょっと作られたという言い方もあれなんですけれども、まあ、質としてはもちろん持ってるんだけども、やっぱりこう演出されて、どっちかというと彼女はそれを演じちゃってるのかなっていう気はちょっとするんですよね、うんうん、そこがやっぱり、まあ、彼女が若干その迷走してる、うん、今そんな感じですよね、まあ、どちらかというとね、なかなか、まあ、後ろにあのなんかもう黒人さんがいっぱいいるみたいなイメージなんですけど、そうですよね、はい、でもまあ実際にはこうなかなかこうライブにも人が集まってこないとかね、いろいろ話聞きますけど、ね、いろいろ話聞きますけど、ね、逆に安室さんは、はい、結構今ライブとかすごいんですよ、そうですよね、もう人集まってきて、で、まあ、2時間3時間ぐらいステージやるんですけど、普通ライブって間でトークで挟んだりとかするんですけど、トーク挟まずにもう47曲ノンストップでやってっていうか、はいはい、すごいストイックな感じですね、40歳でやるっていうところがね、ちょうどね、うん、彼女もその人生のステージがやっぱ大きく変わる転換点にまあ入りつつあるんですよ、うんうん、で来年が40前後、そうですね、そうですね、5の4っていうステージに入って、はい、でなおかつその422大波乱っていうステージに来年から入るんですけども、はい、そこで本当に大きく波を変えようとしているっていうか、うんうん、自分の人生を、まあ、次の新しいステージに、うんうん、まあ、移行させようとしているっていうのはこれは素晴らしい潔い生き方だなと思うし、タイミング的にはバッチリですね、来年大波乱の年になりそうだっていう運命、そうですね、要は ご自身が思ってたこととはちょっと違う要素が入ってくる可能性は十分あるんですけども、でもそれは決して悪い方向ではないっていうか、うんうん、まあ、本来の彼女のやりたいことっていうか、彼女の生き方まだ40ですから ね、うん、そうですね、全然まだまだ人生の折り返し地点に、うん、まあ、ようやく差し掛かったかなぐらいの感じで、うんうん、こう潔く今のお仕事をスパッとやめるっていうのは、うん、まあ、これは多分女性っていうか、まあ、男性もでもそうですけど、やっぱり憧れますよね、はい、そうですよね、あれスパッと引退するっていうのってどうですか、はい、よく、まあ、アスリートとか多いんですけど、スパッと、はいはいはい、新庄とかスパッとやめちゃいますよね、はい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 、あとそれとは対照的にカズとか三浦カズとか、はいはいはい、ちょっと長くもう一郎さんとか、ね、燃え尽きるまでやろうとか、どっちの生き方がいいっていうふうに葉月さん思いますね、どっちがいいとか悪いとかじゃなくて、これやっぱりね、多分数字が結構関係してるんじゃないかなと思うんですよ、まあ、イチローさんなんかはね運命数7で、うん、はい、彼はやっぱりこう探求者なんですよね、はい、7は職人の数字なん で、 そうです、ね、やっぱりこう極めたい、はい、極め切りたいっていう思いがあるから、はい、ずっと現役にこだわるし、そうですね、もう野球とかなんて何を持って極めたかなんて分かんないじゃないですか、分かんないですよね、多分彼にとってはあんまりそのなんかこう、うん、数字をかけてるんじゃなくて、うん、なんか自分の完成形をずっと求めてるみたいな、うんうん、そうですよね、多分そんな感じなんじゃないのかなっていう気がするんですよ、うん、まあ確かにその年を取ってやる野球もまた変わってきますし、そうですよね、やっぱり若い時と同じパフォーマンス出せるわけないですからね、うんうん、でもやっぱり彼の中でそのちゃんと存在価値があって、うん、そのこうそれぞれの自分の今に置かれている状況での価値ベストっていうか、はい、を探求していく、探求していく、まさに探求者っていう感じですよね、探求者ですね、はい、そういうタイプはやっぱり、まあ、ずっと、はいはいはい、まあ、やっていくっていう、そうですね、まあ、カズさんなんかちょっと数字は違うんですけど、カズさんは今度まだ33で、うん、あ、そうなんですか、そうなんですよ、彼は33で、やっぱりこう本当に、まあ、サンプルになる人だから、はい、やっぱり彼は
あの新たな、うん、ね、本当に日本にサッカーを根付かせたっていうか、うんうんうね、プロとしてサッカー選手としてこういう生き方もあるんだよっていう風に見せたっていう意味で言えば、はい、もうまさしく33の生き方を貫いてる、はい、素晴らしいなと思うんですよ ね、 そうですよね。だからその一郎さんとカズさん の、 そのちょっとこう違いもあるし似た部分もあるんですけども、うん、やっぱりその数字なりにちゃんと生きてるっていう感じはするんですよ、うん、でそういう意味で言うと安室さんの場合は8だから、うん、要はいろんな可能性があるわけですよ、うん、いろんなことやってみたい、多分彼女の中では、はい、まあ、歌とダンスみたいなこういうパフォーマンスの部分はやるだけやった、うん、そして子育てもやりました、うん、ね、一つの区切りです、うん、じゃあ今度は自分なりの人生をもっと生きていきたいっていうような、うん、そういう転換点にまあ達したんじゃないのかなっていう気がしますね。あ、なるほど。でそれとですね、これちょっと見ていただくと分かるんですけど、うん、浜崎さんね、うん、213じゃないですか、はい、で、まあ、ブルソンさんの時にもちょっと僕話したかもしれないんですけども、213ってこれ基本子供の数字なんですよ。確か123ありましたよね。そう、はい、全部123があるっていう要素としてはある、うん、だから基本的にそのすごい子供なんです、前がかりなんですよね、はい、なんかあんまりこうまとめる力とか、うん、計画する力とか、はいはい、人生を設計する力っていうのは弱いんですよ、はいはい、でそこがやっぱり彼女がちょっと今なんかどっち行っていいか分かんなくなっちゃってるみたいな、うん、だからそういう意味ではやっぱりこういう人はこうちゃんとしたフィクサーっていうか、うん、プロデューサーっていうか、うん、そういう人がしっかりついて、うん、こうすればいい、ああすればいいっていう風にこう的確に指示を出せると、うん、すごいいいんじゃないかなと思うんですけ ど、 ど、まあ、確かにデビューしてしばらくはそういうプロデューサー、まあ、ついて、まあまあ、今もついてはいるんですけど、はい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 、最近は自分のやりたいことをやってくださいみたいな感じにやってて、 ね、それの見え方がちょっとあのそのいろんな何をやってるやりたいのかちょっと分かんなくて、そうなんですよ、ね、そういう風に見えちゃ う、 そうなんだ。女性の生き方のちょっと代表、まあ、代表、まあ、この年代の代表を書くじゃないですか。そうですね、はい、まあ、どっちもほらやっぱり結婚はしたりしてますけども、うんうん、結局お子さんいるいないっていうのもすごい大きいですしね、うんうん、なんかそこで これからの自分の人生本当に自分らしく歩んでいくためには何をすればいいのか、うん、どのタイミングでこう転換していけばいいのかみたいなことを一つこうはっきり見せてくれた、うん、まあ、安室さんのすごいこう潔さっていうのは、うん、まあ、皆さんこうすごく影響を受けるんじゃないかなと思いますけどね。皆さん、はい、女性の方もちょっと考えて、そうですね、どう生きていけばいいかっていうのを考えてほしい。まだ人生長いですから、はい、40前後だとまだ倍は生きていくんで、うん、その中でずっと同じことをしなければならないよというふうに考えなくていいんじゃないかなと僕は思いますね。なるほど、はい、わかりました。ちょっとその、はい、そうですね、ご参考に、ご参考にって言わないですけど、はい、生き方のなんか参考にしていただければと思います ね、 ね、 と思っております。はい、ということで、本日も時間になりましたけれども、はい、最後なんか何か告知ありますでしょうか。あ、そうですね、はい、11月から、まあ、毎年恒例になってるんですけど、運命の波に乗るワンデーセミナーというのを全国で開催します。今年は全国6カ所ですね、名古屋、大阪、東京、札幌、福岡、そして富山と、富山、はい、6カ所行くんですけども、富山何かありますか。いや、富山だけちょっとなかなか富山ブラック食べましょうね。そうですよね。日本海側だし ね、なんで富山なんだっていうふうに思われるかもしれませんけども、まあまあまあ、それはね、ぜひ富山の方、はい、なかなか日本海側行かないので、金沢、福井、富山の方、はい、お越しください。別に長野から来ていただいてもいいし、はい、もちろん東京から来ていただいてもいいですよ。はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、はい、また番組ではこんな事件、人のテーマについて話してほしい、その他ご意見ご感想、お悩み事など何でも募集しております。メールアドレスはこちらになりますので、どしどしお寄せください。よろしくお願いします。はい、はい、ちょっとなんかハーハーしてますよね。そうなんですよ、はい、ハーハーしてるでちょっと思い出したんですけど、うんうん、ちょっと鼻の手術をするんですよ。あ、鼻の手術、あのちょっと鼻声じゃないですか、はいはい、鼻声なんで ちょっとじゃないけどね、結構鼻声なん で、はい、鼻の手術をして、あの皆さんにあの鼻声じゃない石器をお届けできるのが近々来るんじゃないか。鼻声じゃない石器。はい、まあ、その前に、はい、鼻に詰め物をした私をお届けする形なんですけど、そんな感じになりますけど、クラリン徹子ですみたいな感じになる。本当これ大丈夫ですかね、この多分今回じゃなくて、多分おそらくなんですけど、次回の収録、はいはい、あの こうなる、こんな感じになるんですけれども、じゃあ僕もこれで対応しますクラリン徹子です。この回でそれ、これ黒柳徹子です。クラリン徹子です。結構似てますね。ありがとうございます。
という感じでちょっとあのお見苦しい感じで申し訳ないんですけど、はい、ということで、はい、引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、この番組は毎週水曜日更新していきますのでお楽しみください。それでは葉月の話をお相手は葉月光栄と関33でした。さよなら、はい、どうもありがとうございました。